爬虫類カフェ来ました。ロックスターってとこです。あ、メニュー、はい、見てください、このメニュー。ワニの手とかサソリ、バッタ盛り合わせ。これ本物やんな、本物出てくるんだよな。オムライスとかないの？オムライスあるか。今からこれを料理してもらって食べます。何ゴキブリですか？なんて名前ですか？ジュピア。ジュピア。めちゃかっこいい。名前めっちゃかっこいいじゃないですか。かっこいい。おとなしいですよね、その日本のゴキブリと違って。でこれをあげてくれるんですね。そうですね、5匹入り。5匹入り、あげてきますね。はい、じゃあお願いします。はい、5匹。お前3匹な。いやですよ。うわほら、もう普通のゴキブリやん。何で、塩で。うわ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 、プチュって寝るんかな。あ、ちょっと俺ほんま無理かも。ちょっと羽が垂れてる。胴体がちょっとむにゅって出る。あ、じゃそれだけやね。いくよ。まあ、流し込んだやん。ちょっと、ゲーですわ。食えば早く食えて。お前3匹やからな。何で行く？レモンで行ってや。俺塩言うたから。レモンで行こうかな。うん、ちょっとさっぱり。触るのも安も俺。彼女も お前触るときそういう気持ちやぞ。嘘、ゴキブリとんねんから。我慢して触っとんねんから。濃いな。色一緒やないか。いや、持つな。だから流し込んだから、流し込んだせこい。早く飲み込め。あれ、あと何匹。え、なんかサービスしてくれてへん。1,2,3,4 今で5匹やで。はい、2匹サービスしてくれてへん。7匹。え、せこう。はい、オッケー。はい、オッケー。オッケーって何？いきまーす。やばい。ちょっと苦め。うわ、もうわかんない。出したらわかんない。あと飲み込んで。近寄ってくんなって、お前。気色悪いな。あかんで、流し込む。あかんで。あかんで、自力で早く。はい。はい、うわ、気持ち悪い。なんか下乗ってたぞ、お前。ラスト2匹。隠せ、これでいいよ、これでなかったことに。はい、いいな、隠せ。お前、潰れるって。角度おかしいって。いけます。斜めなってるって。隠れ見えとるわ、もう、ここから。ちょっとペナルティーで、ちょっと僕お前が、もちろん、お前がレタスに包んで残そうとするからやぞ、お前。ペナルティー。そうでしょ。危険な視覚か、味覚への衝撃か。もう危険という文字はちょっと選べたくないな。いや、もう衝撃も嫌やな。未知との遭遇。未知との遭遇やったらまだちょっとマシじゃない。前がお前制するからやぞ。いや、アンセさん、いや、あなたが、お前がレタスに包んで、お前レタス包んだ、あなたやないですか。めちゃつける。だいぶ匂いがあったんで。半分こな。はい。お前顔の方な。これ顔の方ですか。お。頭ってどこ行って、こういったんですか。もう、うん、カプってもうかじってもうて。ごめん、もう全部行って。嘘。え、顔なくなった。顔入れた。飲み込んで。勢いでいかな、もう無理やな。勢いでもうなんかアホになって、もう頭おかしになったふりして行くしかないから。ああ、お客さんいるんで。
他のお客さんもいるんで楽しかったな。タガメがもうほんまに、タガメマジでまだ残ってますよ俺体の喉の辺に。あ、結局もうまだ残したらペナルティーやって頼まれるから。はい、もうちょっとポケット見てみ。え、どっちですか、あれ、何これ、うん、開いて開いて、おい俺のせいはね、くそー